己翔子三里からは、日本のスポーツインストラクター、健康運動指導士。1975年、宿賀学院高等学校体育科に入学。水泳部に所属し、全国高校総合選手権大会、水泳自由型に3年連続出場。1976年、株式会社大泳レジャーランドに水泳コーチとして入社。1995年、 スイミングスクール、スポーツクラブの支配人を経て、株式会社キッズカンパニーを、現、代表取締役の杉野祐一と共に設立。株式会社キッズカンパニー設立後、スポーツエクササイズデザイナーとして活動。1997年、アクアエクササイズ、ふみふみアクア公案。1998年、工場腺主要のため、工場腺を摘出。以降、飛骨。 頸骨複雑骨折。その他工状性をなくした以降、同病気特有の不定周素症状改善のための新しい運動の開発を考える。2000年、卓球 EX。2005年、己小子美佐子からの笑う体操を考案し講演活動開始。2008年に健康体操研究家として活動し、2009年、ココラカキラメソッドの姿勢改善。 菅体育体操、介護予防認知症予防カキラ、パワーストレングスチェアルアールルス公安。NHK、ぐるっと関西お昼前で、健康体操研究家として、レギュラー出演中。ありがとうございます。